ハルクでジェネラルからお送りしております。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。いよいよキックオフです。攻撃を組み立てます。キーパーこぼした。一旦下げる。中盤でのプレッシャーがかなりきついですね。シュート。最後のところで崩せない。合わせた。おっと、ファールを取られました。いっていって、ドディドド、中へ放り込む。スローイン。ここから打つのか。キーパーファンブル。シュート。スペースを生まないと。スローイン。ワンツここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょうか。そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。さあ後半戦が始まります。さあどちらのボールになるのか。ドリブルのリガ。時間帯にゴールを決めましたね。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。動き足が素早いです。
決めて欲しかった。ニアに合わせた。リザーブの選手が体を動かしています。シュート。主審ファウルを取りました。ここで選手交代です。華麗なドリブル。ドル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 。ダイナミックゴール。容赦なく得点を重ねていきます。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。ねじ込んだ。動き出しが素早いです。これは危ない。ここで折り返す。ジャンプ、シュート。これはゴールキック。体を入れてきます。中へ上げる。ジャンプ、スローインです。取り損ねた。試合終了です。粘り勝ちです。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。